昨日一斉にね、日本の仮想通貨 YouTuber が上げてるサーチプロトコルについてどう思いますかっていうね、コメントが入ったんで、それについてね、考えると、結論僕は買わないです。で、なんでそう思うかっていうことについてね、そんなにね、調べたわけじゃないので、皆さんその自己責任で考えてほしいんですけど、そのサーチプロトコルっていうコインについて、僕がね、知らなかったんですよ、まずね。その昨日のコメントが入るまで聞いたこともないと。僕がたくさんね、仮想通貨メディアに日本語のやつも英語のやつも毎日見てるのに聞いたこともないプロジェクトっていうと、よっぽどマイナーなんですよ。まずね。そう、マイナーだって、これ多分かなりマイナーなプロジェクトなんだなと思って、で、まず Google で検索してみると。ね、カタカナとかで、例えば日本語版のなんかメディアが取り扱ってるのかなって見たら、まず全くないんですよ。で、Twitter で英語で、検索してみても、普通は、その、まともなプロジェクトだったら、運営が、英語版のツイッターアカウント持ってて、でもすでにもうフォロワーとかもね、もう何万人とかついてたりするんですけど、その、プレセール前にね、でもそういうのもなくて、で、日本語版のなんか情報案内みたいなのがあって、それがフォロワー1000人しかいないみたいな。それぐらいマイナーなコインなんで、もう僕調べてないから、これはダメなコインだと、これは上がらないとか下がらないとか、そういうつもりなんだけど、とりあえず僕は買わないんです、そういうコインはね。その、例えば、この間ね、バイビットとかバイナンス上場した、そのエイプコインとかっていうのは、その、ローンチパッドになる前からこういうコイン出ますよっていうのがもうその大手のメディアとかから発表されてて、もう結構半年前ぐらいからその話出てて、どこかで上場するんだろうなって言ってて、こことこことこことここに上場しますってもうあらかじめ決まってて、バッと出すと。で、しかもその運営が、ボワードエイプヨットクラブということで、もともと名の知れたね、NFT シリーズなわけですよ。そこから出すというのがあるので、これはその知名度も高いし、プロジェクトとして、有力なプロジェクトになるなって、そういう判断をして、変えるんですよ。でもそのマイナーなコイン、いくらでもありますよ。もうその本当に仮想通貨って1万個ぐらいあるので、いっぱいあるんですけど、その例えば2018年もその、ICO、バブルみたいに言われても、いろんなコインが生まれてきて、いろんなそのなんか、よくわからないインフルエンサーみたいな人がこんなコイン出ますよ、プレセールありますよってバンバンやったんだけど、でも実際そういうコインがどうなったかっていうと、もう今聞いたこともないようなコインになったりとか、ろくな取引所に上場してなかったりとか、なんかもう終わってるわけですよ。価格もずっと下げてたりとか。そういうことがあったんで、2018年。僕はそれをすごい思い出して、もちろんこのコインが、そういうものなのかどうかはわかんないですけど、でもなんかそういう、嗅覚をね、みんな持った方がいいと思うんですよ。プロジェクトを見るときに、どれぐらい注目度があるのかとか、実際にメディアが取り扱ってるのかとかどうかとかね、運営のアカウントはフォロワーがたくさんいるのかとか、そういう点で買うかどうかを判断したらいいんじゃないかなと、思いました。この件についてはね。そうですね。大きな取引所に上場するとかっていうことになればね、バイナンスとか FTX とかコインベースとかに上場するってことになれば、それにね、いいプロジェクトなんだなっていうふうに判断しますけど、そうじゃない限りは基本的には僕はね、いろんなプレセールの話ありますけど、僕は買わないようにしてますという話でした。じゃあ最後にね、藤間のじゃんけんいきましょう。藤間のじゃんけん、じゃんけんぽん。じゃあまたね。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤間の YouTube メンバーシップでは、月990円で、週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回、僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして、Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や、僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。